どんなアイドルが好きなの？そうなんですよ、よくぞ聞いてくれましたっていう感じなんですけど、私はキュートの鈴木愛理さんが大好きなんです。そう、オタクなんです。そうなの、だからそうなんですよね、愛理さんのことについて語ろうとするとですね、何十時間でもいけちゃうんですよねっていうぐらい、パフォーマンスがちゃんとできて、で、喋ってる時とパフォーマンスの時のギャップがある人がいいです。だからね、愛理ちゃんね、はいはいって、はいはいじゃないよ、はいはいじゃあ、え、キュートオタなの？めっちゃ嬉しい。そうなの、そうなの。ダンスでバッコン、私ね、なんて言ったってハロプロさんでね、4回ぐらい出させていただいてるんですけど、そうなんです、踊ったことあるよ、ダンスでバッコンも。滑舌は真似しないでねってバレたか。なんか滑舌、アイさんの滑舌が可愛すぎて、なんか滑舌悪いのってめっちゃ可愛いなって思って真似してたら、私も悪くなっちゃったんだ。でもね、直していけるように頑張ります。え、ふがふが君？嘘。え、アイさんと握手したの？いいの、いいの、いいの。ナンバーコめっちゃ振りコピするよって。いいの、私もさ、振りコピしに行きたい。お祭りの屋台で何が好き？優しい、みんな質問くれるんだよ、私がこうやってさ喋れないからって。お祭りの屋台ね、うん、チョコパンだな。あと何があったっけ、屋台って。焼きそば。焼きそばとかかな。うんうんうん、家に鈴木愛理ちゃんの13歳の生誕 T シャツある。え、めっちゃ昔から応援してるんですね。じゃあみんなはさ、屋台何が好きなの？ねえねえ、みんなは屋台何が好きなの？あ、方ってなんかポンって出てくるんだろうね。なんか YouTube さんで見させていただいた時も、なんかマリチューブっていうなんかね、歌をね歌っててね、こうピアノも弾けちゃうんです、マリリさん。だからもうすごい、技術的にもうすごい。だから私もね、なんか特技みたいな、ピアノ弾きますみたいな、なんかそういうのがねできたらいいななんて思いながらなんですけど。こんなところでいいですか？そうなんです、ちょっと喋るの苦手すぎてさ、どうする、もうな、なんですか、みんなコメントめっちゃ嬉しい。楽器始めようか。そっか、楽器始めたい。でも私もピアノ習ってたことあるんですよ、実は。言いましたっけ？だから手大きいって思ってます、勝手に。手結構ね弾けてた方だったの、ちっちゃい頃だけど。目指せ1万人。ゆいゆい。ここでゆいゆいの歌をどうぞ。え、ゆいゆいの歌？ゆいゆい、ゆいゆい、ゆいちゃんチャンネル。あいあいか、それは。あいあいの替え歌しちゃった。全然さ、オリジナル曲じゃないじゃんね。ダメだこりゃ。お猿さんやないかい。キュート以外に好きなグループは？私キュートさんしか見てないんだよな。あのね、キュートさんの前はスマイレージさんだった時に、スマイレージさんがすごく大好きで、カカ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 夏ビキニとかやってた、一人で。あのさ、怒涛のさビキニの感じいいよね、かわいい。あれ、料理は得意ですか？そうだね、料理。キュートで好きな曲は？いっぱいあるんだよな。なんだろう。なんだろう、一つに絞れない。あ、アイアンハートとか？駆け抜けるアイアンハート、熱く燃えるアイアンハート、涙して濡らした心はまた強くなって苦しくって。叩くのもダメだ。ダメだね、歌っちゃうもん。めっちゃ好き。キュートさんばっかり聴いちゃう。
改めて質問って言われても、そっかそうだよね。でもね、質問くれると嬉しいの。ハロしか興味ないの。そうです。というか、なんかアイドルさんは全体的に好きです、好きなんですけど、でもなんか本当に好きですよって言えるのは、まあ、愛理さんかなって。あと、まあ、ちょこっと言うなら釣り人さんの作陣もうほんと可愛くないですか。もうほんと可愛くて大好き。では、ちょっと明日また色々考えてきます。みんなたくさんコメントとかありがとう。じゃあね、それでは皆さん明日もお会いしましょう。バイバーイ、おやすみー。